はい、おはようございます。2年目の5日金曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。今日はカイトロボの誕生日なんで、アヒルの羽根を持ってってあげますかね。天気予報、晴れる。占い情報、少しだけ。ペニー、おはよう。いや、いいと思うよ、全然。え、うん、秋の香り、本の香り、秋の匂い、本の香り。まあいいと思うよ、別に。私別に思わないけど。てか、何も入れてないわよ、考えたら。ブラックベリーまた入れ始めますかね。よいしょ。お、なんか来てるぞ。うわー、え、めっちゃ増えてた。めっちゃ増えてた。びっくりするぐらい増えてた。そんなにやってくれた意味あるわ。お、シェーンがピザくれた。気が向いたんで。お、ありがとう。うん、ありがとう、ありがとう。ロビンにはあげない。明日終わる、オッケー。かぼちゃ素晴らしいね。これちょっと回収しないようにしないと気をつけないとかね。水、ティンゲンサイ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 、小麦、小麦、パルルペ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 ル。おー、ひまわり。ティンゲンサイ、ティンゲンサイ、ティンゲンサイ、ホップ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 、小麦、バース!まあ、いや、チンゲンサイ、種を入れて、で、今日のゴミが CD、CD、今日は金鉱石でいいかな?金鉱石、金鉱石、金、あー、うるさい。ホップ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 、ひま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 、わり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 。で、水もあげて、いやー、今日忙しい。おはよう、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 たまご、たまご、たまご、おはよう、おはよう、たまご、おはよう、おはよう、おはよう、たまご、たまご、たまご、おはよう、たまご、おはよう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 、はさみ、ミルク、ミルク、ミルク、チーズ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 。今日ブルーベリーありそう、ないか?ある。こっちだけど、ブルーベリー食べない。あ、増えてる、増えるんだ、へえ、よいしょ。適当に色集めても大丈夫そうだね。うわー、もうこんだけなっちゃったね。なんかあんずだけ、あれ、トリュフ出してちょっと。こんなん出さなくていいからトリュフ出してちょっと、お豚さん。ふちゃんおはよう。卵、卵、卵。持ち物いっぱいっす。卵、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 ウル。オッケー。ウルを、ウル?ミミズミミズミミズ。トリュフオイル作りたいもんで、オイルメーカーでも作っとくか、それじゃん。スライム硬い液、金の延べ棒。スライム硬い液、金の延べ棒。スライム硬い液、金の延べ棒。トリュフオイルメーカーを作って、ここに置いとこう。トリュフ見つけたら、ここを帰りにちょっと置いていく的な、そんな感じでしようかね。今日の石切り場。石、石。石、石、石。この辺、あ、これ、これ卵じゃない、恐竜の卵。恐竜の卵!あはん。山でね、そのニョロモがあるとね、恐竜の卵が出る的なこと書いてあったもんでね。てか、今日も京都って砂漠行きたいんだけどね、本当はね。あ、誕生日忘れてた。アヒルの羽あげようって話してたじゃんね。まあ、もう帰ってあげるかしょうがない。私優しいからね。これでエリオットも結構マックス近くなるね、多分。アヒルの羽のマックス。強い。やばいね。優しいな、優しいせやろ。ガスの秘密のスパゲッティソース試した。え、いや、わかんない。製法は秘密だろうが、香りはそうでもない。またの。またディメトリウスだ。静電クリスタル、オッケー。金曜日だから、金曜日の夜来るかな?どうだっけ?覚えてないな。まあ、いや、一応、海の方行ってあげますかね。いるかな?いなそうだな。はい。おー、イベント始まった。ペンペロペンペロペロペロペン。わた?あ、まだ弾いてんの?なんだろう?何?カノンかな?おー、わったわったわった。ピアノがそんな音出たらびっくり。三味線みたいだね。誰か来たみたいだね。誰と話してんの?とても素敵だったよ。ピアノは何年やってんの?まあ、いいよ。とても素敵だったよ。あー、ニコちゃんマーク。ありがとう。うまい。上手なわけじゃないけど、弾くのが楽しくてね。あ、うまくなかったんだ。確かに素敵だったよって言ってるもんね。うまいねって言ってないもんね、私ね。お?どうした?寝ても覚めても完成目指して小説を書くばかり、頭がおかしくないそうだよ、双葉。あー。まあ、おかしいって言えば確かにおかしい感じがする。こうやって時々ピアノを弾くのが自分で決めた唯一の息抜きなんだ。嘘だ、結構散歩してんじゃん。そんな、貝も逃亡してね。あ、することが多すぎるよ。しかもお金を蓄えがそこ、することが多すぎるよ。小説しか書いてないでしょ。だって、することが多すぎるとおかしくない?ちょっと、え?ん?ピアノも弾かなきゃいけないしって。ん?お金を蓄えそこ、仕事しなさい。
時々すべてを放り投げてライナスみたいに牧場、私みたいに牧場やったらいいなと思うこともあるよ。私放り投げてないよ別に。分かってるだろうけど牧場運勢やって楽じゃないよ。うちの牧場に来れば君にもできることあるよ。ほんと毎回毎回両極端だね。上はしたくないんだけど下にすんのはかわいそうだなっていう感じがしてさ。あ、じゃあ逆か。下はしたくないけど上にすんのもかわいそうだなっていう感じがしてね。作業、手伝ってくれる分にはいいのかな。うちの牧場に来れば仕事しろ。え、本気かい？うん、仕事しろ。魅力的だね。でも、小説を諦めたくないからな。なんなん、マジ。なんなん、こいつ、マジ。甘えすぎでしょ、これ、ちょっと。これは売れないわ。こんな甘えて、なんか言い訳言って、小説も、ね、書ききれないようなこと言って、こんな弱音ばっか吐くのは、これ売れないわ、完全。売れない。エリオット売れない。ふぐ、ぎっちりこぼしちゃってすまない。時々だけ、あーね。カイに話したよ、カイに。パッカーなってくれる、多分。アヒルの誕生日おめでとう。うん、せやな。一日中デスクに座って執筆したから足がこもってしまってよ。君のことは特約また言ってきたわ。こいつの話ちょっと失礼じゃないかい。私だってめっちゃ、だって最初の午前終わっちゃうからね。あ、エリオット8までか、そうだったわ。ピアノ弾いてたじゃん、ほんとだよね。牧場主を下に見る男、ほんとだよね。完全に私下に見られてたよね、今ね。あー、気楽でいいなーって思われてる私。そんなことな、あんな、出てんじゃん。散歩してんじゃん。その後どうせ酒場にも行ったりとかするんでしょ。ちょっと、あー、いかんな、カイトロボ、ほんとに甘えすぎてる。過疎 YouTuber だわ、過疎 YouTuber。登録者数、増えんって言って、ろくに編集してない、ね、音割れしてる、音量バランスの悪い、ね、そんな感じの動画を上げてる、チュチュ。その底辺 YouTuber だ、完全に。伸びない、投げてる暇があったら、ちゃんと編集しろと。で、何すんだっけ。散歩も、小説のインスピレーションを得るためだから、暇じゃないよ。仕事の一環なんだ、それが。でもさ、小説さ、もう書き始めてるんだったらさ、インスピレーションうんぬんじゃないよね、なんか。小説なんか書き始めるまでがインスピレーションな感じも。まあでもそっか、途中の展開とかの問題なのかね。おー、風に乗ってすんごい速く走れるぜ。あ、待って。リア、お疲れ様。あ、はーい。いや、これ近いかな、これ。大丈夫かな。おい、よし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 。クロバスに会わないの？会ってこっか。せっかくこっち来たもんね。クロバスほら、のわさびだよ。そ、こいつはすんごいプレゼントだね。僕らの小学生のやつはこいつをもらうのはすごく、あ、そうなんだ。へぇ。じゃあまあ、気が向いたらあげるよ。週2ぐらいで。今日、行走じゃん、よく考えたら。わ、金曜日の行走の流れ忘れちゃった、私。あ、ヘイリー。ヘイ、あ、まあいいや。あ、もうやってないよね。6時になっちゃうし。5時までかな。一応、ムーンに話しとこう。いや、ムーニーとルイス結婚するとかそういうイベントないのかな。あれば面白いのにね。やってるまだ。あ、やってる。間に合ったー。おかしなパンが売ってる。原発の巨子。なんだそれ。チーズ。あれ、あ、秋だからもう種売ってないんだ。あ、そうなんだ。コンクっていいな、じゃあ。この前さ、イリジウムが300で売ってたじゃん。あれ買えばよかったね。めっちゃ安い気がする、イリジウム300って。この辺もしっかりね、整頓して。はい。おい、おお、マグマジオート手に入った。木の周りは回収しといて。あ、でもさ、果物は育たないけど、普通のこういうのは育つのかな。わかんねえな。アミガサ、マッシュ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 、赤キノコ、キノコ、あ、できてるね。できる場所決まってるね、なんか。8時半だから硬い木も回収しとこっか、それじゃあね。小麦回収して、冷蔵庫の中入っとこうかな。34個。トリュフ。閉めて、ペニー。お疲れ様。ペニーの話すことが全然変わんない。今日も一日、お疲れ様でした。プワーンつったね。何がプワーンなんだろう。はい、1万ですね。素晴らしい。あのね、バージョンが上がりました。はい、1.3.28 になったみたいですね。はい。ってことで、おはようございます。2年目の秋の6日土曜日午前6時ですね。今日も1日頑張りましょう。バージョンが上がったので、モッドがね、ちょこっとだけ減りました。誕生日にプレゼントをあげれるやつ、なんたらかんたらがなくなって、あと、いくらで売れるか的な感じな、そんな感じ。あ、それついてるわ。それ入ってますね。まあちょっとよくわかんないけど、とりあえずね、なんかいろいろなってますね。そしてね、私がね、プレイするのが1ヶ月半ぶりぐらいなんで、だいぶ久しぶりなので、いろいろと操作方法を忘れてるっていうのもありますが、気にしないでいきましょう。よいしょ。なんか広くなってない？気のせい。ちょ。
しばらくの間誕生日ないからね、11日までの間に今日は10日までいけるかなっていう感じかね。よし。で、なんか広くなってない部屋。あ、この前広くするまでやったんだっけ。あ、これいけないじゃん、ここ。ちょっと、熊。あ、なんか新しいぬいぐるみがここにあるんだけど。私こんなとこ置いたっけ、この前。置いてないよ、多分ね。おー、広くなってる。あ、これで子供たちを、育てることができる的な感じなんだ。なるほどね。こっちの方も広くなってる気がするんだけど、この暖炉なんかあった。おー、ついた。暖炉はでもあったか。あー、これ、ちょっと場所、ちょっとずれてる。いやー、広くなってる。テレビ。天気予報。明日の天気は曇りですね。今日の占いは、今日は不運な一日です。了解。ペニーがおらんぞ、ペニー。どこ行った、ペニーは。お、ペニー、そんな姿になっちゃって。エブリンですね、おばあちゃん。あららら、おはよう。どうした、おばあちゃん。この辺を散歩するのは気持ちいいね。この古い農場、久しぶりに見たわ。その顔やめてよ、ちょっと。私が一生懸命こうね、農場を作ってやってんだからさ、古い農場って言うのもいかんし、そんな顔すんのもなんか どうかと思うよ。もうもっと明るい顔してよ。気より食うよりも随分気になって、あ、下げてあげるタイプね。 OK、 ありがとうございます。エブリンおばあちゃん、いつの時代なのかね。あなたに渡したいものがあるの。庭を愛する人から愛する人へのプレゼント。何それ。私、おお、何これ、なんだこれ。ホッパー、植木鉢。ほう、植木鉢。この鉢は便利でね、屋内ならどんな季節の作物も育てることができるの。もちろん家の外に出しても大丈夫よ。でもその場合はその季節の作物しか育たない。じゃあ温室で育てるってことなのかな。あ、アップデートのやつ。へえ、ちょっと詳しい方いたら教えてください。もっと欲しかったら作るのは簡単で、ほら作り方書いてあった古い雑誌の切り抜きがあるからね。ありがとうございます。植木鉢のレシピを覚えた。やった。さてと、もう行くね。決まった時間にオートミールを作ってあげないと、ジョージったら不機嫌になるからね。それじゃあ、素敵な一日を。ありがとう。エブリンおばあちゃん、ありがとう。ペニー、ここにいるね。植木鉢。屋内であれば、オールシーズンの作物が育つ。屋外では、季節に合った作物しか育たない。これだね、植木鉢。粘土石精錬クリスタル。あ、結構簡単に作れるんだね。そして、今日の手紙。あ、置いちゃったなんか。すごいニュースがあるんだ。とうとう小説が完成した。え、そうなの。エリオットついに小説完成したの。図書館で朗読会開くって、行くしかないじゃん、こんなエリオットついに。だってジョディがなんか肥料くれた。ありがとう、ジョディ。そしてさらに、もうなんか肥料使っちゃった。そしてさらに、求む最高のビスクに使う新鮮なロブスター1尾。スタードロップサルンオーナーガス 800G。 やった、ロブスターだって。あるかな、そんな。そしてペニー、おはよう。ほい、この家私の実家より、あ、はいはい。このカボチャは何カボチャ？カボチャ、これずーっとここに置いておくカボチャだっけ？カボチャ取れるの早くね？まだ6日なんだけど。え、妖精とか来たっけ、カボチャ？え、なんでこんなに早く育ってんの？とりあえず水あげときゃいいか。そしてこれなんだ？ナス、ナス、ナス、ナス。あ、そして、古代のフルーツ、ナス、ナス。古代のフルーツを入れて、増やして、で、今日のこれが、鉄鉱石を、鉄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 。なんか音変わった気がする。うるさいけど。音変わったよね、今。みんな、音変わったよね、動画勢。音変わったよね、今。うるさいって言おうと思ったけど、そんなうるさくなったんだけどさ。え、音変わらんかった今。気のせい。なんか音違った気がするよ。野わさび、私なんで持ってんだっけこれ。クロパスか。クロパスのためか。で、あ、もうでき、あ、早くね、早くね。サンゴ出来上がった答えのためにやった。ひまわりをここ入れて、今日のゴミは、メガネメガネ。メガネメガネ。トリュフオイルって私手に入れたっけ。よいしょ。ほい。初めてのトリュフオイルかな、これもしかして。これだ。ルイス町長にトリュフオイルを調達。これだよね。どうやら理由は聞かない方が良さそうだ。これ実際何やるんだろうね。ちょっとエッチなことやるのかな。おはよう、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 卵、卵、卵、おはよう、卵、おはよう、卵、卵、おはよう、おはよう、卵、卵、おはよう。いろいろ久しぶりすぎて何をすればいいかわかんない、本当に。おはよう、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 おはよう。みー、この子はミルクじゃないですか。メリーは、毛。あ、もう毛ないですかこれ。毛ないですね。はーい。ミルク、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 チーズ、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 チーズ。よーし。あ、こっちは取れるわ。トッキー、チョッキーと。なんでや。カルビじゃないから。チョキチョキと。オッケー。こっちの日課だ。こっちの日課を行くもんで。え、ブルーベリーもしかして？わお。ブルーベリー、水。そしたらスライム。スライムさ、一回倒しちゃった。あ、まあそれネタバレになっちゃうか。
最後これ倒しちゃったんだよね。まあネタバレ関係ない、いいや。あ、でもこっちの方が増えてる。でもメス、いやでも増えてるよね。あ、増えるんだ、違うやつでも。へえ、違う種類のやつでもこれ感じスライム増えるっぽいね。じゃあちょっとこの違う種類のやつのスライムもいっぱい増やしていきますかね。マヨネマヨネーズ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 ウール。はい、いつもの日課を思い出して私はこれから何をする。あ、今日でも午後かエリオットの図書館があった気がする。とりあえずそれ行こっか。図書館に行ってエリオットの小説発表会を聞く。石切り場に OK、 石切り場も行って先に図書館でいいかな。じゃあとりあえずルイスにオイルも渡しましょう。多分図書館に、あ、行っても関係ないか、イベントか。あ、ちょうどいいところにルイス、待ってルイス待って、おーい、ちょ、バイバイ。あーさあ、発表会ですね。エリオットにどんな私言ったっけ、どんなアドバイスしたっけね。よく聞いてくれたね。本が完成して全く肩の荷が下りたよ。今まで象を肩に乗せてたような感じ。すごいな、鍛えてたね、だいぶ。足腰。で、それじゃあ朗読会始めようか。朗読をするんだ。小説って結構な長さだと思うけど大丈夫かな、時間。そんなにいられないよ私。あ、ここにペンにいるからこっち行こう、こっち。みんな興味なさそうなんだけどこんにちは皆さん。あ、向いた向いた、こんにちはエミリー不思議ちゃんだからね。若い頃から僕は作家になることを夢見てきました。自分の人生を送るための故郷を離れやってきたのがこのガンタマンです。僕の一つはダンドーのダダダネッサネッサザーハ。はい、なるほど。今日は気が遠くなるほどの時間を経て完成した僕のデビュー作をご紹介します。カメリアステーション。列車の乗務員と旅行中の建築家が恋に落ちる恋愛小説です。なるほど。旅行中の建築家はリアのことかな。列車の乗務員はパムかな第1章。あ、もうこれ長い感じ。本当にチケットを拝見します。若い乗客に向かって車掌のゴズマンは手袋をはめた手を出した。あ、はい、今出します。そう言って乗客はコートのポケットに手を伸ばし、そして表情を変えた。切符をなくしたことに気づいたのだ。え、これマジで全部やる気？大丈夫？これやばいんだけど。もう母国語全部出していくよ今回ね。あ、あ、よかったよかった。あ、よかった、びっくりした。もうだ、いなくなっとるんじゃん優しい人たちが残ってる誰がいた今。ペニーとウィリーはいるのと間違いないけども、あと誰がいた今。クララ、聞いてくれないか。去ろうとする彼女に向かって彼は出し抜けに行った。出し抜けに行った、クララはゆっくり、クララが立った。向きを変えた。ホレイショ、ホレイショホレイショの必死な眼差しを見つめ返す。次の瞬間顔を真っ赤にした彼女は客室の中に飛び込んだ。あ、村長たちはいると。リアもいたかな。さて、ろうそくは、あ、それで終わり。前の机でサイン本を販売します。エリオット頑張るね。なんか結構なプラス思考マンだね、エリオットちゃんね。え、それはいらんわってみんな言ってるよ多分今。え、私に直接、いや、どうだった。まあ、あ、面白かったよ。恋愛小説を書くってアイデアは君かもあった。あー、私恋愛小説って言ったっけか。そうだっけ。だから君に一冊この本を送りて。あー、よかったよかった、買わんくていいやあー、助かった助かった、ありがとう。あ、そしてルイス、トリュフオイル、どいしょ。オイルだ、どれどれ、上等な品さ、サーサーしてる、最高だ、ありがとう。何に使うのちょちょ、何に使うのルイス町長ねえ。エリオット、お疲れ様。どうだった？毎年この時期になると風が強くなる。驚きだね。私にはその何もなかったような風に振る舞ってるエリオットに驚きだよ、私は。今日の石切り場。でも全然少ないんだけど、こんな少なかったっけ、いつも。よいしょ。現実逃避。エリオット、思った以上に、想像以上に、なんていうかわかんないけど、想像を絶するほどのみんなの興味をなさに、現実逃避してる。悲しいことになってしまったからね。みんな最初はいたのにね。精錬クリスタルをジメトリウスまで。あ、マジで私今持ってるでしょ。置いてきちゃった。行くか。ロブスターあげるって現実だったら結構無茶ぶり。本当だよね。多分いるはず。あ、いる。ロブスター。じゃあこれをガスに回っていくと。あ、で、次に精錬クリスタルを、よいしょ、ディメちゃんに持ってくると。オッケー。ディメちゃん、これどうぞ。知らない人がいる。誰やこれ。生きるのに必要なものは十分にある。耳を澄ませば自然の美しい音色を聞くなるぞ。誰あれ。秋の釣りとか全然やってない気がするからさ、ちょいちょいやってみよっか。ペニーは欲しい。よいしょ、ボーン。なんだこれ、チャブか。チャブのさらに恐竜のアメシスト。たまには恐竜の卵探しもいいかもしれない。なんだこれ、恋か。主は確か釣ったよね、去年。釣った。でも、秋の主はいらないんだよ。もういないんだよね。とりあえずガスのとこ行くけども、歩いていくか。いやーでもなー。あ、アビーちゃん。
アビちゃんおはよう。今日ダメだ、ちょっと動き、あら今日の髪型かっこいいじゃない、めっちゃ変えてないけどね。でもアビちゃんその恋しちゃってるからさ、私にハート8までいっちゃってるもんでさ、もう私のことを見るともう光り輝いて見えちゃうんだよ多分ね。だからこんな感じになっちゃってる。もう、うん、5時か。ちょこっとだけ洞窟潜ってスライム倒しがてら的な感じで65階に行って真っ黒クレスケ倒しつつ、何もいね。今日のクワだーん。ビンスおはよう。ペニーさんは毎週新しい本を読ませてくれるんだ。時々本を選ばせてくれることもあるんだよ。お、いいね。時々川に行って財源探すの。まあ、この辺は全部変わってないかな。結構ね、アップデートでね、話もね、増えたという話も聞いてるもんでね、ちょっと楽しみなんだよね。ハムもついでにおはよう。お願いがあるんだけど、うちを掃除してくれない？あ、はい。ケントおはよう。ディアおはよう。ガスにロブスター。とーん。オッケー。ありがとう。いつも助かるよ。せやろ。エミリーおはよう。私は特に大きな計画を持っていないわ。未来についてあんまり悩みたくないからね。なるほど。不思議ちゃんだからね。そういう、未来について悩むという、そういう俗なことはしない的な、ね、そういう感じね。わかる。せっかくだからね、ここ通った時は毎回地下室、下水道に行って、クロバスにね、野わさびをプレゼントしていこうかなと思います。これ、プレゼントだ。まあ、久しぶりにね、やったから、私的、こんなんあったっけ？何これ？何これ？不確実性の像。この像の助けがあると職業を変えることができる。そんなん、前からあったこれ。職業を変えるってのは何ですか？ちょっと詳しい方いたら、ダーマ神殿だよね、これね。スキルが変更できる。あ、スキルか。なるほどね。ああ、そういうことか。だもんね、カニカゴ作りたいときに、カニカゴ作るときに、簡単なやつを変更して的なことができるんだ。カニカゴとかさ、意外と作るの大変だったりとかするじゃん。それたくさんカニカゴ作りたいなと思った時はあそこ行ってカニカゴのスキルをゲットしてってきな、そういう感じ。でそれめっちゃいいアップデートだ気がする。確かに。あとまあ間違えちゃって違うのになっちゃった時に困らない的な感じか。でペニー回収して、ホップ回収して、ペルエルペルエルペ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 ル、重いぞ。なんか知らんが食べません。トリュフ。紫色のトリュフの場合はオイルメーカーでトリュフオイルにしない方がいいじゃんね。しないで普通にこのトリュフのままやった方がお金稼げるんだっけか。よーい。てことで今日も一日、ここはちょっと松明少ないから松明つけとくか。オッケー。つか、それ言ったら上も暗いよね、多分。トン。そうそうさ、じゃあさ、子供生まれるってことだよね。あ、ふーちゃんそこにいるんだ。早速ですが、今日もしかして、もしかしてだけども、ペニー、来ちゃう、ひょっとして。ねえ、ペニー、ねえ。はぁー、来てる。これさ、完全に初夜だよね。来ましたわ。今日はもう寝ます。ほい。あ、なんかこの後になんかあるんだっけ？子作りするみたいな感じのこと。なんもなかったね。はーい。